どうも、鈴もです。今回もマイチャイルドレーベンスボルンやっていきましょう。ご飯も食べたところで、ちょっと今日もね、カリンはお休みするのでちょっと寝ておこっか。あ、寝といてね。行ってきます。あとはご飯を適当に買って、行ってきます。良くなってるといいな。ただいま。まだ悪いかな。ずいぶん良くなった。よかったよかった。一緒に何かいいことしようよ。お絵描きするか。じゃあご飯食べるか。ご飯食べよう。いっぱい食べな。あれだね、絆創膏剥がれちゃったね。絆創膏つけられるわけじゃないと。じゃあそしたら今のうちに料理しとこっか。はいと。いいね。ベッド行きたい。じゃあ寝ましょっか。よいしょ。お話読んだよ。もちろん。よかったね。ありがとう。ゆっくり眠りなさい。おやすみ。よいしょ。それじゃあまた明日。2月21日木曜日。あれ？まだ出てこないな。また悪くなった。ぶり返しちゃった。まだちょっと、まだ体調が悪いのかな。これはやっぱりちょっと学校に行きたくないっていうのが強いのかな。直接体調不良がどうこうっていうのも、ちょっと気分が悪いかも。不安だろうな。学校に行かなきゃダメ。全然君の思い通りにはさせないよ。そんな悪役しか言わないセリフ。そうだよ、今日は学校に行かなきゃ。まあねえ、無理して行くことはないから。辛いのは実際事実だろうし、もう一日今日休んでいいよ。というか良くなるまで、行きたいと自分で思うようになるまで休んでいいよ。でもそれなら宿題しないとね。やっぱりダメだよ、元気そうだから学校サボったりしちゃいけないよ。宿題 しとこうか。勉強はねしといて損はないから。はい、ちょっとあれだね、ご飯食べた方がいいんでない？どう思う？その辺はカリンよ。ご飯は食べたくないか。一人で食べちゃうぞ。ちょっと買い物し、あ、手紙届いてた。新聞か。はいはい。あ、手紙も届いてる。これですよ、待っていたのは。よいしょ。どうだ、誰からだ。アンナ・フィエルベックってことはおばさんだね、カリンの。こんにちは。あなたが知りたい情報を書いてある資料がないか探してみます。それからハマーシュタットの私たちの家にお越しになりませんか。本当？両親がカリンに会いたがらず、カリンの話もしたがらないので私はとても悲しく思います。実際にカリンに会ったら両親の心も、これどっかクリックすれば次のページ行けるみたいなことはないのか。続きが読みたい。やっぱり読めないんですね。ここで切れちゃってんだな、翻訳が。気になる。まあ両親の心も少しは言えるかもしれないねっていうところだよね。いやー、これはでもよかった。アンナはすごくいい人だね。ご両親がカリンに会うことに賛成してくれたら私もとても嬉しいです。カリンも自分の故郷を見ておばさまに会えたら喜ぶでしょう。土曜日は休みを取れます。お、土曜日か。いよいよか。緊張するな。手紙送る。あと新聞ね。新聞より、ウールの価格上昇。ノルウェー産ウールの価格は依然として取り決められておらず、このまま取り決めがない状態が続けば1キロあたり 6.20 クローネから7クローネに上昇する見込みだ。また農務省がウール市場を独占する恐れもあると。経済界では今ウールが取り沙汰されているということですね。ご飯食べなくて本当に大丈夫かい。食べないか。じゃあ行ってくるよ。なんか買っておこう。料理だけ。あ、こんなのなかったんじゃない。あったかな。なかったような気がする。90高い。栄養価満点。やっぱ緑黄色野菜だよね。まあ人参もそうだけど。よいしょ。
っています。はい、帰る。お、帰ってきたの。なんでそんな汚れてるんだ。ベルク先生、カリンが学校でひどいいじめをあっている のは大変残念なことです。カリンはここ3日間学校に来ていないので心配しています。彼女をいじめから守るよう努力しますので、どうぞご安心ください。本当ですか、ベルク先生。いや、ベルク先生は正直私の中でとても心強い味方になり得るのではないかと思ってはいるんだけれど、一人でね、生徒なんてたくさんいるんだから、どこで何するか分かんないよね。守ることできるだろうか。守ってあげたいよね。何に書いてあるの。君が学校を休んでるから先生が心配してるよ。この前怒った子について先生が悪いと思ってるって。優しい先生じゃないかね。君のことを心配してくれてるんだよ。君が学校休んでるから、優しい先生じゃないか。本当に。うん、学校をサボると将来のためにならないよ。きっと学校でベルク先生が助けてくれるよ。なんかこう、先生が助けてくれるからじゃあ行くよっていうのも違う気がするけど、それにここに君はとてもいい生徒だったと書いてある。まあ、事実をちゃんと伝えよう。わあ、よかった。明日は学校に行こうと思う。本当？まあ僕としてはね、じゃあ、まあ、カリンが行きたいっていう意思があるんだったらそれは尊重すべきだと思うんだけど、結局いじめはなくならないんじゃないかなというような気もするんだけど、その辺はベルク先生はどう対処するんだろう。とりあえずお風呂入ろう。服着替え、ご飯食べようね。あ、ご飯食べてお風呂入っちゃおう。よいしょ、朝風呂たまには。はい、朝風呂じゃない、なんで朝だと思ったんだ。で、いや、傷治んないまんまだね。いやだね。ちょっと服も先着替えとくか。よいしょ、これで寝よ。なんかそういう反応ある。あ、違うね。なんかよしよしするみたいな。おやすみね。おやすみ、また明日。2月22日、いよいよ問題解決に向けてね、踏み出してくれるといいんだけど、僕、親としても、親の僕としてもね、踏み出せるといいんだけど。おはよう、起きたよ。とりあえず土曜日だな。ご飯食べよう。いいね、元気いそうだね、久しぶりに。はい、どうぞ。じゃあ今のうちに料理も作っとこうかな。これいいね、ポトフみたいで。あー、ポトフみたいだ。今日は頑張るよ、いってらっしゃい。そしてベルク先生を喜ばせるんだ、その調子。君にやる気が出て嬉しいよ。頑張れば何だってできるんだよ。うん、やる気が出て嬉しい。うん、はつらつとしてんのはすごくいいこと、明るいのは。いってらっしゃい。いいよ。で、あ、なにこれ、ご飯あったっけ。顔ちょっと怖い気もするけど、なんて言うんだろう、丸が綺麗すぎる。よいしょ。でも買う。あ、やばい、5円しかなくなっちゃった。いや、ただご飯は買いだめできてるはずだ。今日もね、70円、円で換算しちゃってるけど、数えちゃってるけど、あるから。おかえり。これくれるの、とっても可愛い。なんかあったから買った。買ったよ。月曜日にテストがあるの。ベルク先生が頑張ってねって言ってくれた。それに今日は誰もにもいじめられなかったよ。この休んでる間にもしかしたらベルク先生がなんか言ったのかもし、行動を起こしたのかもしれないね。よいしょ。食べようか、この栄養満点の。いいね。もぐもぐ。もう勉強するね。お、やる気満々だね。ちょっと今のうちにご飯もう一つ買っとこうかな。土日結構かかるし。うん。どれどれ。あ、間違った。勉強ここか。はい。何？頑張ってるかなと思って。ご飯食べたもんね。何でも勉強しちゃっていいよ。あ、並んだ並んだ。よいしょ。あ、勉強してていいよって言った割には僕もそんなにやることはないっていう手持ち無沙汰。たまには自分も風呂入った方がいいんじゃないだろうか。うん。やっぱ一緒にご飯食べよっか。
何がいいことしよう。ご飯食べよう。いいことって言ってもご飯だけど、じゃあ早めに寝とく。着替えるか。はい、疲れちゃった。寝よう寝よう。疲れたら寝よう。ベルク先生がね、テストがよくできたらすっごく上級の宿題をくれるって言ってた。ほう、上級の宿題、なんだろう、なんだろうね。楽しみだね。寝る前にお話が聞きたいな。まだ時間あるよね。あるよ。じゃあやめようか。よし、ほい。じゃあ日記についてね。これはこの前のだから、あ、2月22日これだ。君は勇敢だよ。君は勇敢だと思うよ、カリン。そんな君を誇りに思うよ。でもこの冬に君がどれだけ変わったかも見てきた。君は別のところで暮らした方がいいんじゃないかとも思うけど、別の場所ならここより良くなるという保証も何もない。少なくともここでは私たちが何に直面しているのかは分かってる。春になって暖かくなったらみんながもっと親切になるといいね。そうだね、別の場所。いやもう正直もうここ本当にダメだと思ったらね、まあ、簡単にできることじゃないかもしれないけど、でもこのまんまっていうわけにもいかない状態なんだったら全然転校してもいいと思うし、もちろん今この状態直面してるのかは分かってる。それがね、解決できるっていうのがちゃんと道筋が立てられてればいいけど、ただここまでで耐えられてるからこのまま耐え続けようみたいなのはちょっと嫌だなとは思うけれど、とりあえず寝よっか。あれ、あんま冴えないね、表情が。ああ、本読んであげるよって言って、お前ほったらかしにしてたね。おやすみ。いよいよ土曜日だ。今日は外はいい天気だね。ちょっと顔洗おうか。はい。よいしょ。今日はお出かけするんだよ、かりん。よいしょ。もう宿題をやらなきゃ。テストで良い点取らなきゃ。そうだね、偉いね、勉強しなさい。帰ってきたら手伝ってあげるからね。プレッシャーがあると勉強するのが難しくなることもあるんだよ。頑張りすぎないんだよ。いいね。どうしようかな。まあ、この選択肢だったらどれでもいいかな。頑張りすぎないんだよ。いいね。偉いね。勉強してなさい。帰ってきたら手伝ってあげるからね。うん。まあ、頑張りすぎない程度にね。ふーん。仕事頑張ってね。オッケー、行ってこよう。よいしょ。あれ、土曜日って言ってませんでしたっけ、アンナと会うの。帰る。ご飯とりあえず買っといて。よいしょ。もうちょい買っとくか。はい。今日じゃなかったか、この土曜じゃないか。お、今日は何してたの。仕事。もっと勉強したいけど、あなたが寂しくなっちゃうといけないからね。お、お姉さんだね。一緒に何かしたなら勉強手伝ってくれる？すごい、なんか急に姉御肌。よいしょ。そうしよう。そうしよう。じゃあ行くよ。今度のテストは鳥について。鳥か。赤星インコぐらいしかわかんないな。次のうち夜行性の鳥はどれ？ A、ペンギン。おお、急に変化球。ペンギンか。B、スズメ。 C、フクロウ。フクロウ。よいしょ、猛禽類。よし、じゃあ次の問題。別に猛禽類だからって夜行性なわけじゃないけど。あ、ごめん、今流れちゃった。ダチョウ、カクササギ、白桃橋。今流れちゃった。なんだろうな、飛べないのはどれみたいな。この辺で見たことない。この辺で見えるやつか。じゃあわかんないよ、全くわからない。カササギとかかな。最後の問題。次のうち主に魚を食べるのはどれ。アオサギ。嘘。キツツキ。やばい、まともに知ってんのキツツキしかいない。でもサギは魚食べるっていうイメージあるな。嘘って何。そうだと思う。湖のそばで見たことあるし、手伝ってくれてありがとう。いいんだよ。どんな絵を描いたんだろう。あ、ベルク先生かな、もしかして。すっごい優しい表情してるけど、何持ってんだろうこれ。テストかな。いいね、新しいアルバムを。よいしょ。
ご飯食べて、うむ、どうした？大変また気分が悪いの？言いたいことならあるなら話してごらん。何か話したいことがあるの？うん、話してごらん。え、うん。え？心閉ざしちゃった。今日外で遊んでたら近所の人が何か言ってきたの。何か。すごく意地悪な感じだった。嫌だね、それね。なんだ近所の人って。彼はお前も母親と同じ売春婦だって言ったの。まあ、頭いかれてるよね、それはもうね。売春婦って何？売春婦ね。それはひどい。悪いことを忘れようね。それはひどすぎる。誰がそんなこと言ったの？ねえ、誰なんだろうね、それね。とんでもないよね。どうしてそんなことがカリンに言えるんだろう。言葉の説明をする。まあ、小学1年生だから、なんか砕けた言い方、ちょっと、ね、なんとなく概念的な説明の仕方、なんて言ったらいいんだろう。こと細かにその意味のまま教えても難しいだろうし、誰が言ったんだろう。通りの向こうに住んでるおじいさんだよ。偏屈じいさんなんじゃないのか。これから彼には近づかないようにね。彼は危険だ、避けるようにね。彼は頑固じじいなんだよ。そんな人の言うことは聞かないようにね。これが一番強い答えだな。じゃあ聞かない。聞かなくていい。まあただな、やっぱじいさん世代っていうのはいわゆる戦争直に経験してた世代だから、まあこの時代でもう1950年だから、まあバリバリの頃だったんでしょうね。まあいいさ、気にしなくて。よいしょ。そしたらちょっとまだ時間あるね。なんか買い物しておこうかな。25しかないや。寝る？早めに。あ、ボールで遊ぼっか、じゃあ。ほい。たまにはね。元気そうだし。ほい。よっしゃ。寝る時間だね。ほい。おやすみ。あなたが出かけてる間、ずっと家にいないといけないんだよ。ああ、そうなるか。一人だもんね。家にいるときは勉強するの。勉強は難しいけど楽しいよ。寝る前にお話を読んでくれる？もちろん。いいね。アンナと会うのは何日って指定されてたっけ？よいしょ。アンナ。まあとりあえずは寝ましょうか。はい。2月24日日曜日。おはようございます。今日も頑張るよ。頑張ろう。テストあるもんね。よいしょ。入った。じゃあご飯も食べて、ほい。ちょっと外に行く？じゃあ釣り最近よくしてたけれど、釣りか。もう雪だるまで遊べないし。あ、いい表情。待って、もう釣りするか。よいしょ。日がない一日釣りでもしましょうや。のんびりと。靴ばっかだな、ここ。どんだけここの穴に靴が埋まってるんだ。沈んでるんだ。あれ、いなくなった。飽きちゃった。家帰った。あれ、ちょっと、ああ、家帰ってた。びっくりした。さらわれたかと思ったでしょうよ。はい。しれっとしてやがる。何でもやい、勉強してていいよ。なんかこう自主的に何かしようっていう気持ちが芽生えてるのかもしんないな、成長して。料理もできないからな、今な。どうするか。ご飯食べちゃうか。うん、はい。あとはお風呂入ろっか。はい、ゴシゴシと。今日はたくさん勉強した。いいね。そろそろ何かいいことしようか。何しようか。ご飯食べようか。じゃあ、あと4枚ある。はい、もぐもぐと。どうしようね。学校の勉強をたくさんしたんだよ。でもまだわからないとこが少しあるの。お、答えるぞ。手伝ってあげようか。この鳥はどうしても名前覚えられないんだ。ノルウェーに住む鳥でカラフルなくちばしがあるのはどれ？
A 小川コマドリ、B ツノメドリ、 C アオアシカツオドリ。先生、鳥先生、誰か教えてください。鳥博士、教えてください。わかりません。最後のは本当に鳥の名前？あはは、本当に鳥だよ。笑ってくれた。足が青くてくちばしも青いの。だからそんなに青なんだ。でもノルウェーにはいないと思う。調べてみるね。わかった。でも手伝ってくれてありがとう。何ら手伝っ協力はできなかったけれど、まあ、楽しい時間を過ごせたかな。お風呂も入ったし、早めに寝る今日じゃ。まだ早いね。服着替えるかじゃ。はい、こっちにしようかな。あー、そっか。はい、いいよ。明日はテストだよ。頑張ろう、頑張るよ。いろんな、あ、頭がいろんな単語でいっぱいだよ。鳥に関する単語でね。あのお話を読んでくれる？いいぞ。もちろん。どのお話だろう？赤い洗面器の話でもしようか。よいしょ。はい、おやすみ。2月25日。おはよう、おはよう。お、メールだよ。手紙は来なかったか。新聞だけだね。じゃあご飯食べて、はい。で、持って読みましょうか。ほいよーっと。新聞より沈没した軍艦ブリュッヒャーの引き上げ作業に進展があった。昨日この軍艦の2つのスクリューのうち1つが引き上げられ、その結果巡洞12トンが回収できた。ブリュッヒャーは水深90メートルに沈んでいる。なるほど。よっしゃ、ついに、お、学校、あ、学校じゃない、テストだね。一生懸命やれば大丈夫だから、絶対うまくいくよ、信じてるよ。自信を持ってやればうまくいくよ。ありがとう。よし、じゃあ行ってらっしゃい。決まっていきましょう。よいしょと、帰る。ご飯も買っとこうか。これ買おう。よいしょ。ほい。お帰りいただいま。ごめんね、テストが。あ、ダメだった。意外。テストが？あれ、もしかして？とってもよくできたよ。そういうなんか冗談も一つは挟める、ユーモア挟めるようになったんだね。全問正解だったの。パーフェクトかい。びっくりしたでしょ。びっくりした、びっくりしました。おめでとう。やっぱり思った通りだよ。あはは、うん、騙したね。それは良かったね。びっくりさせないでよ、カリン。あはは、うん、騙したね。へーへー、その顔見せたかったな。いいね、なんかすごく感情豊か、表現豊かになってきた。カリンもいろんな顔を見せてくれるね。遊ぼうよ。じゃあかくれんぼ久しぶりにしよっか。隠れるよ。いいよ。またあそこに隠れてんじゃないの？ここに。ここじゃないか。ここに隠れてんじゃないの？お、違う。なんだろう、これカツラ、ウィッグかな。カリン、いるでしょ。どこに行くか分からなかったでしょう。今回はね、分かったよ。今回はね、パパの勝ちだね。じゃあ夜か、寝るか。寝よう。寝ましょうね。あ、服着替えちゃおうか。じゃあ赤い服で。はいと。はい、おやすみ。ベルク先生が優しくしてくれて本当に嬉しいよ。いや本当にね、嬉しいよ。僕としても他の子たちが騒ぐと本当に迷惑なんだ。迷惑だね、本当にね。そうするとベルク先生が叱ってくれるよ。ベルク先生がいよいよ本腰入れて、こ、声を、端を発し始めたね。よかった。いいことだ。やっぱりね、どうしても言いにくい環境ではあるだろうから、そこで誰かがこう声を上げて、それは間違ってると言ってくれるのが心強いね。ベルク先生は意地悪じゃないし、先生は学校は大切だって思ってるんだね。ベルク先生に怒られたことなんてないよ。まあ騒いだことはないけどね。ただその子供だけじゃなく大人もやっぱりそういった差別的な感情を持ってるとすると、まあ親からベルク先生に向かってなんか文句言われたりっていうのが怖いよね。まあそれでもベルク先生ならなんとかしてくれるとは思うけれど、先生は味方だと思うよ。
そうだね、理由もなく怒られたら教えてね。ベルク先生は私ね、学校は大切だ。うん、大切だ。授業と勉強は楽しいよ。でも他の子たちと大人たちは楽しくない。うん。君は上手にやってるよ。学校は大変だよね。君は上手にやってるよ。うん。学校でどうすればいいかわからないんだ。どうすればいいかわからない。あのお話読んでくれる？ああ、画面がちっちゃくなっちゃった。よいしょ。こんなもんかな。あのお話読んでくれる？うん、じゃあまた明日だな。おやすみ。お、小クリア。楽観的、厳しい、寛容、それぞれ37、12、50%。あなたを含む70.4% の人がカリンの対処方法を応援しました。あなたを含む 86.6% の人がカリンに家にいるように助言しませんでした。あなたを含む 69.8% の人がカリンの父親の情報を教えましたと。なるほど。それじゃ、お、時間飛びまして、5月5日と。それじゃあまた続きは明日にしたいと思います。本日はありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。いつも動画を見てくださってありがとうございます。マイチャイルド・レーベンスボルンはまだ続きますが、マイチャイルド・レーベンスボルンが終わった後もたくさんの動画を更新していこうと思っています。それで皆さんの方から僕のチャンネルで見てみたいゲーム等ありましたら気軽にコメントしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。